ウィキペディアしりとりー拍手ーということで始まりました BKBS ブンブンということなんですけれども、今日はですね担当作家さんが考えてきてくれた企画みたいなことなんですけども、ウィキペディアっていうのがね皆さんご存知と思うんですけれども、なんかねなんでかんだ調べるのに便利な、はい、便利な、かなり何でも載ってる媒体 BKBS なんですけれども、 Wikipedia しりとり、つまりですね Wikipedia ってこう関連項目みたいなのがめっちゃ載ってるじゃないですか。別のとこにすぐ飛べる感じになってるの分かります？例えばバイクって調べたら、例えば川崎とかホンダとかスズキとか、そこにもパンパンパンですぐ飛べるようになってるじゃないですか。それをしりとりと捉えて、その飛ぶのをいかに遠いワードからここに飛べるかっていうウィキペディアしりとりをしたいと思うんですが、今日はですね、やっぱバイク、川崎バイクに行きたいわけです。最後。で、全くかき離れたやつからそこにどれぐらいの速さで行けるかっていうのを、やりたいなと。結構おもろそうやなと思ってるんですけど、意味わかりました説明。なんかわかりやすく表示されてるかな。はい。一回例でじゃあちょっと見せてみたいと思います。どういうことかっていうのを。例えばですね、まあ、近いとこからちょっと近いところやってみましょうか。早く行けそうなところ。例えば、漫画っていうのを、こう、ウィキペディアで調べたとしましょうね。漫画をウィキペディアで調べます。ここから、じゃあ、ワンピースとかに、どれぐらいで飛べるかなっていうのをちょっとやってみますね。はい。だから、こう、いっぱい出てるんですけど、こうやって。例えば、まあ、多分、早いと思うんですよね。歴史。歴史はちょっと、キリスト教とかかなと思う。ルネサンス美術とか。各国の漫画があった。日本の漫画っていうのがあったから、ここ飛んで。で、日本の漫画で、分類とかあるんかな。あ、少年漫画っていうのがありましたね。少年漫画のとこでしょ。主な少年漫画雑誌、週刊少年ジャンプありましたね。で、絶対近いやろ、ワンピース。ね。こっから、連載作品っていうのがあった。あとワンピース。はい。飛べました。ワンピース行けました。ゴール。結構早かったですね。漫画からワンピースはやっぱり早い。こうパンパンと行けましたけれども、このようにですね、何かからバイク、川崎バイクのウィキペディアに、行ければいいということなんです。だから今回、全くかけ離れたやつから行きましょう。でも BKB からスタートしたいんで、ベッケンバウアーから行きましょうか。知ってます？サッカー選手かなんかやと。ベッケンバウアー。ベッケンバウアー、BKB から、バイク、川崎バイク、BKB へ、どれぐらいのスピードで、アクセル全開で行けるか、レッツゴー！じゃあ行きましょう。ベッケンバウアーを調べます、まず。はい。こうですね。フランツ・ベッケンバウアー。あ、出ました。フランツ・ベッケンバウアーっていうのは、ベッケンバウアー、BKB ですけれども、ここからバイク、川崎バイクに。あ、こんな人なんや。結構おじいちゃん。2019年のベッケンバウアー、結構おじいちゃんね。はい。うわー、やってみたもののやな。あー、でも、世界の評価、日本とかがあったら、とりあえず日本行きたいな。引退後経歴とかでなんか、あー、そうかそうか。一回ちょっとなんか飛ぶか、とりあえず。カタカナ多いな。日本語っぽい。うわー、どうしようかな。ベッケンバウアー。ちょっと待ってよ。ちょっとわからない。もう1998年飛びました、一回。ちょっと。うん。グレギオ歴とかな。あ、カレンダー。こういうとこ。俺の誕生日とか。違うか、それは。え？ 12 月17日。俺の誕生日一回飛んでみたんですけど。これは？え、これ、こんなで出るか？出んか？え？ 1900。こういうことじゃないんかな？ちょっとまあまあ。あ、だった1979年生まれ。バイク、川崎バイク。出ました。え、これで、早かった。終了え、これあり、これありっすか？ちょっとずるいですね。ちょっと1998年とかはずるいですね。なんか数字、カレンダーっていうのがあったから。で、12月17入れたら、1979っていうウィキペディアがあったから。そしたら、
性格らしくに生まれのタレントで出てきたってだけの話なんですけど、あ、これずるいか。もうちょっとワードで言ってほしかったです、ね。そっか、もうちょっとワードで言ったか。俺も気持ちよくないな、あんまりこれで言っても。あんねや、ここに。でもちゃんと嬉しいな。一応ここは紫になってんのは、これも項目一回やったわけじゃないですからね。普段からウィキペディア見てたらこうなっちゃうっていうだけの。そこはちゃんと言っときます。やらせなしでやってます。はい。そうそう。あと、そう、河村恵美子さんね。タンポポの河村恵美子さんと BKB が全く同じ誕生日で、全く同じ年数も。1979年、12月17日、全部一緒なんですよね。うん、確かにね、なんか、二人とも共通して、一人の時クラスをする。あの人普段からくらいか。わかんないですけど。もうちょっとちゃうやついくか、じゃあ。なんかずるいもんな。うん。何からいこう。バスケットボールは？あ、そうっすね。バスケットボールがいくか。バスケットボール BKB。バスケットボール BKB から、バイク、川崎バイクに行けるかというのをやってみましょう。レッツゴー。じゃあこの1891年とかはなしね。ボール行くか一回。うん。なんかこう、近づいた気がします。ボール。で、ビリヤードね。卓球とかあったらね、俺が卓球部っていう情報がどっかにある可能性がね、あるけどな。客中もいけるか。テニス、関連コーン。まあ、球技飛んどっか行く。ちょっと広がるかな。球技で卓球あるんじゃない？球技で卓球に行きたいな、一回。あ、あった卓球。はい。卓球行きました。で、卓球部やったんで、結構卓球でテレビとか結構出てるんで、卓球でバイク、加水バイク。うわ、あ、意外とすぐ行けんちゃう？まあでもあれか。選手か。選手見た方がいいか。あ、卓球リーグ。T リーグ。俺 T リーグで仕事してるんで。T リーグ飛びました。はい。T リーグ。卓球のね、日本のプロの集まりなんですけど。J リーグみたいなもんですね、サッカーの。T リーグの、あれで。あ、俺全日本卓球選手権大会の芸能人の部でも3位になってるんで。飛ぶんだらいけるかな、離れるか、逆に。いや、人から行くか。人間関係から行くか。うん。チーム一覧。TT 埼玉はね、俺、岸川聖也さんっていうプロ卓球選手が結構仲いいんで、そっから行くか。あー、一回 TT 埼玉飛ぶか。で、ここに岸川聖也さんが、いたはずなんですよね。もうちょっとあれか。あー、ちょっと今あれか。今コーチなってるか。戻るのありなんですか？ダメです。そうですね。どうそうか。戻るなしやから、うわー、どうしよう。埼玉県行くか、一回。うん。埼玉県行ったらあかんか。あ、大宮劇場とかまで行ったらね、お笑いの感じあるしな。うん。大宮。ちょっと待ってよ。あ、ありそうありそう。大宮市、あった！やったった。大宮市出ました。大宮にはね、吉本の劇場があるんで、そっか、なんかないのかな。まあでも、むずいか。教育、施設、大宮。くっそ、うわ、どうしよう。全然関係ないとこ一回行くか。あー、ええなぁ。2014年とか飛ぶなしっすよね。ダメです。2014年とか上京してきたんで、なし？ダメです。あ、企業。企業、知らんな。差し証券使用施設。うわぁ、高島。一回高島行くか。一回高島行きます。いっぱいあるし。あ、大阪府、大阪市中央区、難波。うん。難波行こう。俺やってたから、難波でずっと。難波で？
NGK とか出るんじゃないの。出た、ナンバーパークス。うん。丸い。ナンバーグランド花月。よっしゃ。ナンバーグランド花月飛びました。もう近いぞ。吉本。どう言ったらいい、ここから。お笑い言ったらいいんか、それとも。吉本興業。吉本興業飛びました。よっしゃ、これでいけたやろ。吉本興業、所属タレント。吉本興業の所属タレントに飛べました。じゃあ、所属タレント。あれ？あ、吉本興業所属タレント一覧。お笑いタレント。よっしゃ、勝ち戦や。バーや、バーがありゃええんや。これバイク、川崎バイク。いっぱいおる。はいはい。いっぱいいますね。スーパーマルドナーさん、スヒロガリズ。はいはい。鈴木塚さん。はいはい。いっぱい。はいはいはい。いっぱいいますね。セブンバイセブンさんとか。はいはい。そいつどいつ。はいはいはい。バー。天心、天だら。はい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 。泣いてないもん。はいはいはい。バー。2分の5、ニューヨーク。バイク、川崎バイク。BKB。エコあり。ギリあり。タレント一覧。吉本、でも、大宮から吉本興業がタレント一覧まで行ったらすごくないですか？関係ないですからね。もうどうやって行けたんやったっけ？もう覚えてないわ。高島屋からか。で、ナンバ行って。で、NGK 行って。で、吉本行って、タレント一覧。ああ、なんかおもろいですね、やっぱ、これ。もっとスッキリとやっぱ行きたいんで、せこくなくね。うん、年号だの、その、なんか、あんまり近すぎるやつに頼らず、関連で行きたいんで、じゃ最後行きましょう。ベルリンの壁、BKB から行きましょうか。ベルリンの壁なんてもうむちゃくちゃ遠いぞ。あった。はい。ベルリンの壁、BKB から、スタート。これ、都合。すぐ年号したくなるけどな、年号あるから。ドイツのね、ブランデンブルクの冷戦ドイツブルーレッツ、そうですね。うわぁ、お堅いなぁ、お堅いわ。冷戦とか、ドイツ、共和国。壁の構造ぐらいいくか、壁の構造。コンクリート。番犬。はいはいはい。コンクリートぐらい飛んどくか。アスファルトといえばバイクやし、アスファルト飛んどこか。で、アスファルト。飛んだ方がいいもんな、とりあえず。もうわけわし、C10 油って押してみようかな。C10 油。うわー、離れたな、絶対。危険物行こう。危険物から。ちょっと人間行くか。うん。人間。やっぱ俺人間やし。で、人間。ああ、いいね。おしゃべり。芸人はおしゃべり。会話、うん。おしゃべり。キャッチボール遊び。ラジオ。ラジオやってるんですよ、結構。ニコも準レギュラーもあるし。ラジオ放送の種類。うん。FM、AM、待って。文化放送とか言ったら俺もういけるんじゃん。ラジオ局が、あ !ABC ラジオ、MBS ラジオ、MBS ラジオも出てるけどな、レディコ、ラジコ、MBS ラジオ、MBS ラジオ行くからどうしよう。ちょっと待って、MBS ラジオ一回保留。MBS ラジオ保留。出てるけど、ちょこ。文化放送欲しいのよ。文化放送とかは、設立があるから。あった！文化放送。これ、よう見る。よく行く。週2回行ってるんで。
番組、文化放送番組、文化放送番組一覧、え、行くんちゃう？で、放送中の番組、来た来た来た、国丸ジャパン、ゴールデンラジオも出てる、ここにもあるよ。俺、トリニエンジェルのペペペラジオと、さくらまなのマジックミラナイトっていうのは、レギュラーなんで、これで、どう見たらいいの？それ探したらいいんか。土曜日。土曜日の11時、トレンデージャーペペペラジオ。あれ？乗ってないぞ、ここには。俺、レギュラーやからか。立谷春子は乗ってる。ペペペラジオ。出たバイク、川崎バイク。いや、ありがとうございます。これ、綺麗かったんちゃいます？綺麗かった。めちゃくちゃ綺麗。ね、自分の出てるところに、ベルリンの壁から、行けた。何がきっかけやったやろ、一番でかいのは。ラジオか。ラジオを見つけれたのがでかかったんかな。で、文化放送まで飛べて、レギュラー番組に飛べたということです。はい。行けました。面白かったな、結構。はい。まぁ、ちょっとどれがなんてで、一番早かったかは、ちょっと編集でお楽しみくださいということなんですけれども、面白かったんで、また、機会やったら、ゲストとか呼んでね、やってもいい企画じゃなかったでしょうか、ということでした。皆さんもね、自分の名前とか、どれぐらいでいけるかやってみても楽しいんじゃないでしょうか、ということで、はい、面白かったです。僕この辺でバイバイ、BKB。